台湾グルメといえばゾロ。どうもゾロです。はい、今日はですね、夏休み特別企画、台湾で夢の田舎暮らしということで、台北駅から電車で約 2,3 時間、台湾東部の田舎町ファーリエン、カレンに2週間プチ移住したいと思います。はい、というわけで僕は今台北駅のね、メイン大ホールにやってきております。台湾旅行の始まりと終わりの地ですね。はい、で今回のね、荷物はねこれだけですね。このスーツケースとこのリュックですね。皆さん懐かしいですね。台湾一周一人旅の時が懐かしいですね。あの台湾一周一人旅のやつもね、すごい動画の数も多いし、時間も1本あたり1時間なんやけど、今でもアーカイブね、どんどん回っててね、皆さんにね、あの楽しんでもらってるみたいなんですよね。じゃあ今からね、台湾で夢の田舎暮らしですね、台湾東部の田舎町ファーリエン、カレンの方に行くんですけども、行く前にねちょっといろいろやらないといけないことがあるんで、まずはですね、そこにね台湾ナンバーワンサンドイッチの本霊膳っていうのがあるんですね。はい、あそこでちょっとリベンジサンドイッチをねちょっと今から買いに行きたいと思います。何がリベンジやねんって言うとね、まあ以前一回ねあそこのサンドイッチ買ったんですよ。でもあの冷蔵庫に入れてるじゃないですか。で買った瞬間その場で食べたんですよね。そしたら硬かったんですよ。カチカチやったんですよ。でそれでうわこんなん買う価値ないみたいな感じで言ったら、あの買った後10分15分常温で置いといてくださいみたいな書かれてあったみたいで、そしたらあのふわふわの状態に戻るみたいな中国語で書いてあったらしいんですよ。僕それ読んでなかったから、皆さんにコメントでめっちゃいっぱいコメント来たんですよね。それフェアじゃないって、ちゃんと10分15分待ってからもう一回食べてあげてみたいなのがあったんでね、今からちょっとリベンジしたいと思います。さあというわけで、台湾ナンバーワンサンドイッチでねおなじみの本霊膳ですけど、あんまりないな、このね、あの前回もこの場買った瞬間硬かったこのハムね。はい、ここに書いてあったみたいな、10分15分待ってねみたいな。はい、じゃあ買います。イガホトエヨヨカード買います。あ、ヨヨカード使えるわ、みんなよかった。39元やから200円ぐらいですね。あ、シシェ、ありがとう。ありがとう。買いましたね。はい、あの冷たいですね。そして持った瞬間は硬いんですけども、これちょっとね電車の中で食べよう。電車の中で食べたらちょうどいいぐらいになると思うんでね。はい、というわけでみんなリベンジサンドイッチ買ったんでね、ちょっとカバンの中に入れておきましょう。電車に乗るの1時間後とかなんで、もう絶対その時になったらふわふわに戻ってるでしょうということで、はい、楽しみですね。じゃあ次はね、ファーリエンに行くね電車のチケットなんですけども、事前にねインターネットで予約してるんですよ。予約してるんですけども、まずその、チケットをね発券してもらわないとダメなんでね、チケットをまず発券しに行きたいと思います。というわけでチケットを発券する場所なんですけども、このね台北駅のメイン大ホールの向こう有名なね、そこでねチケット売り場があるんですよ。ここでね、予約したインターネットのやつを見せれば発券してくれるみたいなんでね、ちょっと行きたいと思います。今日は空いてるな、平日やしね、よかったです。土日とかここすごい大行列できてるんでね。ちょっとね、みんな大波乱や。ファーリエン行きの電車今通ってないらしいんですよ。台風があったから。だからね、パスポートで渡してこのキャンセルして払い戻ししないとダメなんですね。ちょっと待ってください。はい、というわけで大波乱ですね。台湾あの24、25ってね、台風があったんですよ。結構大きい3号直撃したんですけども、それで今電車が通ってないらしいんですよね、ファーリエンのその一部の区間が。ほんでじゃあどうやったらファーリエンに行く方法あるって聞いたら、もうあの反対回り、右回りじゃなくて反時計回りで下のガオション高尾からもう行くしかないみたいな。うわ、それはちょっとね、それはちょっと相当時間かかるんでね。でファーリエンでホテルも取ってるんですけども、多分もうそれやったらキャンセルできると思うんで、ちょっとねキャンセルしてちょっと考え直したいと思います。今ちょっと作戦ちょっと考えます。台湾グルメといえばゾロ。どうもゾロです。はい、というわけで皆さん仕切り直しですね。夏休み特別企画、台湾で夢の港町暮らしをしてみたいということで、台北から電車で約1時間、台湾東部の港町
キールン桐生市で1週間プチ移住してみたいと思います。さあというわけで皆さん、3日後ですね、今日は2024年の8月1日になります。8月1日です。夏真っ盛りです。ちゃんとね、あのサンドイッチももう一回買い直しました。まあこの間食べたから、まあ感想知ってるんやけど、ちゃんとみんなにね感想伝えたいので、またね、あの桐生市に行く電車の中でね食べたいと思います。そして荷物もねちゃんとまた持ってきて、1個だけ荷物増えたのはこの傘ですね。桐生はね結構雨が降るんですよ。あとまあ夏真っ盛りやから日傘にもなるしね。はい、というわけで皆さん、夏休み特別企画ですね。この夏休みね、皆さんも僕と一緒に台湾の東部の港町でねプチ移住してる気分になっていただけたらなと思います。じゃあ今日も明るく楽しく元気よくやっていきたいと思います。ちなみにね、台湾東部の港町ですね、桐生ですね、桐生市、キールンとかねジーロンとかね、まあ、2つ言い方があるんですけども、台北の中心地台北から電車でね約1時間となっております。バスとか車でもね大体おおむね約1時間となっております。台北市からめっちゃ近いんで、行ったことある方も多いと思うんですよ。桐生市にはね有名な観光地のミャオコーイエスーって言ってね、結構有名な大きな夜市もありますし、またあの千と千尋の神隠しでおなじみの9分ですね、9分もね桐生市からすごい近いんですよね。そしてあの10分ですね、ここちょっとマニアックなんですけど、あの電車のレールの上でこうなんていうのランタンとか飛ばせるっていうところでおなじみの10分もすごく近いんで、結構ね観光客の方も行かれたこと多いと思いますし、僕の視聴者さんもね行ったことあるよみたいな方がね多いと思います。そしてね桐生市は B 級グルメの宝庫って言われてるんですよね。1週間プチ移住してみてね、たくさんの台湾のローカル B 級グルメをね僕も食べたいと思います。めちゃくちゃ楽しみですね。よっしゃ、じゃあ行きましょうか。まずちょっとね、あの熱中症対策グッズみたいなやつをね買いに行きたいと思います。このすぐ横にね Q スクエアっていうね超巨大なショッピングモールがあるんですけども、そこの3階にね熱中症対策のいろいろなグッズが売ってるんですよ。もう8月1日やからね、真夏の台湾ど真ん中なんでね、ちょっとなんだろう、昼とかね撮影とかで出かけることもあると思うんで、ちょっとまず熱中症対策グッズをね買いに行きたいと思います。真夏の台湾旅行に来られる方もね、この熱中症対策グッズね結構参考になると思うんでね、よかったら見ててください。ちなみに今から行くねジーロンですね、桐生市はね結構ね日本人にもね馴染みのある港町なんですよ。それまたね、まあ電車の中かもしくはまあ向こうに着いてからね詳しくちゃんとちょっと説明したいと思います。多分アテレコになると思うんですけども、はい、というわけでここね台北駅の地下街のワイクなんですけども、今そこからねエスカレーターで降りてきてね台北駅のメイン大ホールですね。でこの地下街からねこっちにね Q スクエアつながってるんですよね。だから1回も外に出ることなく台北からこう連結してるので、まあ真夏の台湾旅行外出たらめっちゃ暑いじゃないですか。でも台北からここまでクーラーガンガンやし、もちろんショッピングモールの中なんでクーラーガンガンなのでね、真夏の台湾旅行でも日中でもね楽しめるね観光できるエリアとなってます。ここをね地下3階に行くとね、ものすごい大きな巨大ショッピングモール、ものすごい大きな巨大フードコートがあるんですよ。そこをね特集した動画もね過去にあるんで、それまた概要欄に URL 貼っとくんで、よかったら皆さんの真夏のね台湾旅行の参考にしていただけたらなと思います。じゃあ今からね、3階ですね、地上3階のフロアに行きます。あ、そうそう、ちなみにねいつも着てる黄色の T シャツじゃないですか、 黒 T シャツじゃないですか。どうしたのどうしたのって感じなんですけど、やっぱりちょっとプチ移住シリーズなんで、台湾一周一人旅の時と一緒でずっとね何やの撮影することになるんですよ、丸一日かけてね。だからちょっとその黄色の服にこう着替えたりとかするのも大変なので、もうちょっとプチ移住シリーズとか旅行シリーズはね基本的にこの黒の T シャツで行かしてもらおうと思っております。はい、プラスねちょっとスタビライザーですね、安定するやつ、画面が安定するやつも使わないので、ちょっとね画面が揺れたりとかするかもしれないんですけども、ご了承ください。今ね3階上がってきてね、ここねガッテン寿司って言ってね、ちょっと値段高いんやけど美味しいんですよ。ここ僕の行きつけのお寿司屋さんで、すぐ隣にね100円ライフって言ってジャパンって書いてますね、日本のやつがあって、すぐ隣ですね、このここでーす、このハンズっていうのかな、ここにねあの熱中症対策グッズが
たくさん売っております。じゃあちょっとね見ていきましょうか。もうね欲しいやつ決まってるんですけども、はい、こんな感じでねこの首の輪っかに凍らせてね、首でこう日本語で書いてるね、水で凍るみたいな。こういうやつってさ、そのつけた時は冷たいけどすぐにねぬるくなると思うんですよね。はい、で僕が欲しいのはここなんですよ。ちょっと値段高いんですけども、これです。皆さんこれこれこのね、これ風が吹くやつなんですけども、ここがね電気になってて、電気でこう冷たくするんですよ。冷蔵庫みたいに霜がなってくるんですけど、だから冷たい風がね来るんですよね。これめっちゃいいなって思ってね、はい。でこれこの値段が1190元やから、まあ、6000円ぐらいですね。はい、でも今年も来年もずっと使えるからね、買おうかなと思います。で今ここね試作品ないんですけども、これこんな感じでこう首にかけるやつなんですけど、これも電気やからずっとちゃんと冷たいんですよ。さっきのやつみたいにつけた時は冷たいけど、もう1時間もすればぬるくなるみたいな感じじゃなくて、電動なんでねずっと冷たいです。これは1280元なんで、これも、6500円ぐらいかな。だから合わせてまあ1万3000円とかしますけど、まあまあまあちょっとね買いたいと思います。よし、じゃあこの2つね買います。ニハオ、ギャランティー、ワンイヤー、1年間の保証がついております。2470元やから、はい、なんぼや、12,500 円ぐらいやね。ついに熱中症対策グッズ買ったわ。これで今年も来年もずっと大丈夫でしょう。あ、シェシェ、ありがとう。シェシェ、ありがとう。袋はなくむき出しでしたね。よっしゃ、じゃあちょっとこれしまおっか。じゃあね、カバンに入れました。結構台湾あるあるでね、袋もらえないみたいな、もしくはお金がいるみたいな結構多いんですよね、はい。よっしゃ行こうか。よし、じゃあね今からねタイティエですね。タイティエっていうのは台湾のねローカル鉄道なんですけども、ローカル鉄道でね約1時間で行けるんで、予約とかする必要もないんでね、本当に気軽に行ける桐生市なんでね、台湾鉄道を乗って今から向かいたいと思います。というわけで台湾鉄道ね、タイティエですね、台湾鉄道の乗り場にやってきたんですけども、この乗り場がねどこにあるかっていうとね、ちょうどねオープニング撮ったこの真上がね台北駅のメイン大ホールになってるんですよ。台湾旅行の始まりと終わりのうちね、このちょうど真下がね台湾鉄道の乗り場になっております。じゃあね行きましょうか。台湾鉄道も皆さん便利なねヨーヨーカードですね。台湾のまあまあ日本で言ったらスイカみたいなもんですね。これでこの使えるんで、はい、ピッとして行きます。はい、じゃあちょっとねそこのファミリーマートでね命の水ポカリセットぐらいちょっと買っとこうか。熱中症になったら怖いからね。ちなみに台湾あるあるなんですけど、台湾の人たちってね体を冷やすの嫌がる人めっちゃ多いんですよ、健康のためにね。だからこんな感じでこう常温でね売ってるところね、コンビニとかでもスーパーとかでも結構多いですわ。本当にね体冷やすのが嫌っていう人多いんですよね。飲食店とかでも水出てきたら常温で出てくるじゃないですか。冷たい水って出てこない、これ台湾あるあるですね。でも僕は日本人なのでよく冷えた冷たいねポカリスエットを買いたいと思う。雑やな台湾。29元やか150円ぐらいですね。これもねヨーヨーカードで買えます。あ、シェシェ、よし、じゃあ行きましょうか。これですね桐生ですね、ジーロン。桐生行きはプラットフォーム4番なんでこっちですね。そして2つ目か、12時5分のやつがあるね、ジーロン。はい、じゃあ12時5分のやつに乗って行きましょう。黄色行きは4-B のプラットフォームですね。こっちはね4-B のプラットフォーム、こっちにね12時5分になったら来ます。あと10分ぐらいね待ちたいと思います。地図がねありました。ここがね台北駅でね、多分ね桐生行きは各駅停車しかないのかな、多分やけどね。台北でしょ、松山でしょ、南港でしょ、塩止め、五なんとか、百福、七なんとか、八なんとか、三港、桐生ですね。はい、こんな感じで、だいたいまあまあ1時間弱ぐらいかな。
来ましたね、台湾のローカル鉄道。古い車両やね、新しい車両も時々来るんやけどね、今回は古い。だから足元ね、これ気をつけないとダメなんですよ。皆さん見てください、段差なってるでしょ。段差になってるから、皆さん足、台北やからね、みんな降りてくるっていうね、段差になってるから皆さん、気をつけてね、乗り降りしてください。古いやつなんで。新しい新車もねあるんですけども、はい、懐かしいな、台湾州一人旅の時みたいですね。よし、席どっか空いてるかな、進行方向がいいな、ここ空いてるわ、じゃあここ座らせてもらいましょう。これがね、台鐵ですね、台湾のローカル鉄道の車内です。ちょっと古い車両ですね。というわけで皆さん、問題のね、このホンレーゼンのサンドイッチなんですけど、ちょっとね、カバン荷物多くてちょっとペチャってなっちゃったんですけども、買ってまあ1時間ぐらい経ったかな、10分15分じゃなくて、はい、これフォートエって言って、ハム入りのねやつですね。チャオパイっていうのが看板メイン、フォートエっていうのがハムっていうんですね、はい、もう知ってるんですけども、はい、じゃあいただきます。確かにね、皆さんがおっしゃった通り、買ってすぐに食べるのと、こうやって1時間置いてから食べるのとやったらやっぱ違うね、うん、普通にやっぱ美味しいですね。買ってすぐにキンキンに冷えたまま食べたら本当に価値がないと思った。もう本当一つ星みたいな、うん、ただやっぱ1時間置いたとしても1回冷蔵庫で冷えてもうてるから、そこまでねふわふわ度そんな戻ってるって感じはしないね、うん、中のこのホイップクリームも、うん、まあ、普通に美味しいって感じ。本当に MRT のダーチャウと大橋頭とはもうレベルが違うというか、もう別物ですよ、ね、大橋頭の方は食べた瞬間おーってなるんですよ。うわー美味しいってなるんですけど、これはまあ普通にああ、うん、美味しいって感じなんですよね。これまあ2つ星やね、大橋頭やっぱ3つ星なんですよ。もう感動するんでね、ケーキみたいなサンドイッチってなるんで、やっぱ違うね、うん、これはこれでまあまあ無難に美味しいって感じ、うん、感動はやっぱないです。だから僕のおすすめとしては、皆さんめんどくさいかもしらんけど、 MRT の大橋頭のねダーチャオとの3番出口、騙されたと思って1回行ってみてください。感動するんで、全くの別物なんで、はい、ちなみにね、台湾鉄道と、新幹線は飲食 OK なんですよ。なんでなんよね、 MRT とバスはダメなんやけど、台湾鉄道と新幹線は飲食 OK です。はい、はい、というわけでね、台湾東部の港町ですね、基隆ですね、基隆市にやってきました。所要時間50分でしたね、ちょうどね、まあ1時間弱ぐらいですね、運賃は37元やから170円ぐらい安いですね、はい、じゃあね、ちょっと今からもう早速暑いので、買ってきた首にかけるやつとちっちゃい扇風機つけながら、まずは1週間ね、お世話になるねホテルですね、ちょっとチェックインできるかどうかわからんけども行ってみたいと思います。よっしゃ、もうね電車に乗るときにね箱は開けてきました。これ電源つけて、これかな、コールドっていうところを押せばいいんやろね。 1,2,3 段階で冷たくなりますみたいな、これ首にかけるみたいな感じで、ここが冷たくなるんやろね。あ、冷たいわ、めっちゃ冷たい。でこれが、こうかな、風来たね。でこれやるとほら
氷になって、この真ん中が水滴ができてね、冷たくなるんですよ。で風はこのこれで強なるんですね。めっちゃ強い、めっちゃ強い。あ、涼しいわ。100までなるね。よし、じゃあ行きましょうか。こんな感じやね。すごいわ、涼しいわ。水滴がついてきた。これやったら今年の夏も乗り切れそうやね。じゃあ行こうか。これが台湾鉄道の桐生駅ですね、ジーロンですね。そして向こうが港になっております。暑いわ、暑い。あそこがね、港です。こんな感じでね、桐生は本当の港町なんで、すぐそこが海なので湿度めっちゃ高いんですよ。そしてなぜか台湾東部はね、雨が多いんですよね。はい、だからこの日傘にもなるし、傘もねちゃんと持ってきました。はい、というわけで、そこがね、有名なね、ミャオコーイエスーって夜市なんですけども、はい、宿がね、もうすぐそこなんですよね。めっちゃ立地がいいとこ、夜市のすぐ近くに撮りました。じゃあ行きましょうか。暑い。ほんでさあ、ここがホテルですね。この緑のね、エイトヨ旅店みたいな感じで、夜市がね、もうほんまそこなんですよ。めちゃくちゃ近いよ、そこ。めちゃくちゃリッチーわね。そしてこの階段をね登っていくタイプですね。はい、いいホテルやったらいいな。1週間泊まるからね、いいホテルでありますよね。せめてせめてあのスタッフの愛想が良かったらいいですね。着きました。ここやね、ちょっと2階にあったわ。すごいね、思ったより綺麗ですね。良かった。値段安いんですけどね。ホテルがここで、夜市がここっていうね、めっちゃ近いで、ここ朝市場もあるからね、フルーツ買いに行ける。この辺にローカル B 級グルメが、本当にローカル B 級グルメの宝庫なんでね、散歩とかもね楽しいと思う。はい、8260元やから、まあなんぼや、41,500円ぐらいかな。まあ1週間、1日ね6000円ぐらいですね。すごいわ、もうねチェックインさせてもらえたわ。1週間泊まるからちょっと早いけど特別ねって言ってね、めちゃくちゃ愛想いいよここの人。すごい、めっちゃこれは幸先いいですね。308やか、もう一個上か。ここですね、308号。ちょっと扉開いてますけども、はい、じゃあ失礼します。ちょっと待って、電気どこ、これここか。電気、今日からね1週間お世話になるところやからね。窓が1個。おー、まだ監獄みたいなところですけど、ちょっと暑いからまずクーラーつけようね。というわけで、とても狭いですけどもね、ここが1泊6000円のね、今日から1週間お世話になるホテルです。まずハンガーが2つありまして、ここトイレやね。うわー、ユニットバスタイプトイレビチャビチャなるタイプ。はい、そこにシャンプーとボディーソープかな、はい、ありまして、必殺ね、台湾あるあるね、トイレットペーパー後ろっていうね、四十肩の人も大変みたいな、後ろからトイレットペーパー取るの大変、なんでここにつけないのかっていうね、台湾あるあるですけど、この辺とかね、はい、まあいいでしょう。ここに姿見があります。うわー、ドライヤーもあります。関係ないけどね、こんだけ髪の毛短いから。はい、でここにバスタオルとかフェイスタオルとか、まあ歯ブラシとかね、綿棒とか櫛とかね、コンドームも1個あります。使わんけどな、一人やからな。はい、でダブルベッドがありまして、ダブルベッドいいですね。はい、うん、割といいんじゃないでしょうか。はい、硬くもなく柔らかすぎもなく、ただねものすごい湿気がすごい。やっぱりキーロンやからね、キリュウシは本当に湿気がすごいんで、テレビあります。だから外出た暑さもね、湿気がある分すごい暑いです。エアコンがあって、これドリンクやね、あ、水が飲めますっていう。なぜかここにも、ドライヤーと聖書があって、電話があって、冷蔵庫ありますね。嬉しいね。なんかポカリセットとかビールとか冷やしておけます。これなんやろ、ティッシュやね、ティッシュですね。はい、というわけでこんな感じでした。十分ですね、1週間住むには十分です。まあ編集の机がないんですけども、まあカフェとか行って編集すればいいと思います。はい、というわけでね、皆さん、僕はここに1週間住みます。台湾東部の港町でね、夢の田舎移住みたいなね、もうキーロンも結構田舎みたいなもんなんでね、夢の港町移住みたいな感じでね、1週間の生活を、まあ、包み隠さずね
撮影して皆さんにシェアしたいと思います。日本人男性が台湾にプチ移住したらどんな生活するのかっていうのをね、皆さんも一緒に、夏休みなんでね、僕と一緒にね、台湾の港町桐生をね、一緒にプチ移住してる気分になっていただけたらなと思います。じゃあね、まずは早速お昼ご飯食べに行きましょうか。めっちゃ暑いけどね外。よし、じゃあ日傘持っていこう。これ何がいいなって思ったのがね、ここちゃんと掃除してくれるんですよね。その日の12時までに、お昼の12時までに言えばちゃんと、掃除もねしてくれるみたいです。はい、じゃあ行きましょうか。さあ、というわけでホテルから徒歩10秒ですね、ジロンミャオコイエスですね、夜市やってきました。ここからもうこの1週間ものすごく数えきれないほど世話になるんやろうなっていう感じのねとこです。今でもちょっと暑いからこの辺で食べるのちょっと命がけなんで、ちょっと店舗でね食べれるローカルグルメちょっと探したいと思います。めちゃくちゃ暑い、とにかくね。ちょっとね、本当に申し訳ないんやけど、暑すぎてね熱中症になりそうになってね、ちょっと急いでコンビニでねそうめんとポカリセット買ってきました。ちょっと待って、大波乱や。せっかくのプチ移住やのに一食目どこでも食べれるファミリーマートのコンビニのそうめんって、でもしゃあないね。もうちょっと本当に舐めてた。やっぱ台湾の夏舐めたあかんわ。これもねあんまそこまで効果ないね。もうとにかく暑すぎる。体感温度40度なんでね、今日も湿度がすごいんですよ。とにかくですよ、そうめん食べます。うまい。ちょっとこれ食べてね、お部屋でゆっくりして、やっぱ夕方からじゃないとね行動難しいね。すごいわ、みんな外出回ってね、お店の人たちとかも、夜市の屋台とかもね、熱気がすごかったよ。もう本当にあそこら辺多分42度とかあるんじゃない。すごいわ、みんな強いね。というわけで一瞬でね帰宅一瞬で帰宅しました。じゃあちょっと今から日課のお昼寝をして休みたいと思います。お昼寝する前にね、ちょっと荷ほどきしました。荷物ちょっとだけ紹介しますね。持ってきたですね、まずこれ枕ですね。マイ枕にアイマスクに、そしてこの延長コードね、ここしかコードなかったんですけど、これ貸してくれとは言ったらね貸してくれました。で今この買ったやつね、あんまり効果なかったけど充電しております。そしてこれいい匂いする石鹸ね、僕が台湾で唯一おすすめできるお土産ね、大きい春って書いてね、ダーチュンさんのレッドキナーの石鹸、これ開けたらすごくいい香りになってね、部屋中にいい匂いあって夜眠れるので。そしてこれは、iPhone をきれいにするやつですね。これでファブリーズで拭いて、その後これで空拭きするってやつですね。でカレンダー持ってきました。これストレッチしたらこう丸つけていくからね。ちなみに7月ねめっちゃほとんどやってないんですよね。なぜならば、はい、インフルエンザになったからね、もうほとんど 1,2,3,4,5 回しかストレッチとかやってないっていうね、はい、まあ、サボり癖も相まってね、こんな感じでこうちゃんとやらないとね。でお茶持ってきたんやけど、お茶は多分飲む機会ないかな。これ熱いお湯出るんか知らんけど、編集ここでなんかする感じじゃないんでね。これは多分ライブ配信するときに、これスタビライザーなんですよね。こうカメラが安定するやつですね。でこれが食べるときとかによく使ってる iPhone を固定するやつですね。でこれはヨーヨーカードで、でこれは名刺入れですね。あと現金ですね。あとこっちに読書するための電子書籍 Kindle と、このノートね、毎朝こう書くやつね。でパソコン、仕事道具と、この本でパソコンをこう斜めにするんですね。パソコン置きみたいな。充電器とイヤホンと、これはまあ爪切りとかね、耳かきとかいろいろ入っております。そして一応タオル持ってきたんですけどね、いらなかったですね。で下はもう着替えやね、はい、この黄色いやつは一応本音で分かりやすい T シャツ、ライブ配信すると思うんで持ってきました。こんな感じやね、もうミニマリストなんで本当に。 あとこれはね、会社の経費を入れるやつですね。さっきとこうこんな感じでね、使ったお金は経費としてこうやって入れていくっていう感じです。はい、これがまたねなかなかめんどくさいんだわ。でトイレ、お風呂場に行くと、これ体洗うやつね、そしてアイボンね、でひげ剃りと歯ブラシと歯磨き粉と
歯間ブラシですね。これで全部で以上です。ミニマリストなんで。よし、じゃあ昼寝しましょうか。というわけで日課の昼寝しまーす。おやすみなさい。どうもゾロです。はい、今日はですね、夏休み特別企画、台湾で夢の田舎暮らしということで、電車で約3時間東部の2週間、プチ移住やってきております。よし、じゃあ6時過ぎぐらいになったんでね、夜ご飯食べに行こうか。これ持っていこう。もうだいぶ涼しくなってると思うけどな。ちょっとマシやね。でもやっぱ湿度が高いからすげえ蒸し暑いわ今ね。夜市に行こうと思ったんやけど、この逆側ね、ホテルの逆側なんかすごい派手なね。なんやろな、これお寺かな。お寺やな。すごい線香の匂いがするわ。台湾の人信心深いからすごいな。このお寺の真ん前にこうローカル食堂、ベトナム料理なんや。ベトナムって書いてるね。へえ、すごい彩りがすごいな。よし、じゃあちょっと夜市の方行こう。なんかあれ、いかがしい店っぽいな。カラオケって書いてるけど、いかがしいな。じゃあちょっと夜市の方行こっか。ここも屋台があってベトナム料理やね。そこがホテルなんですけど、降りてきてすぐのところにめっちゃいぶしぎんじゃない。そこにテーブルと椅子あって食べるんですよ。ベトナムって書いてるわ。ベトナムの人多いのかな、ジーロン、もしかしたら。いやー、これ夜になったらね、これ結構ちゃんと効くわ。昼間はちょっとね、暑すぎて全然効果なかったけど、夜になったらだいぶこれ効く。ちゃんと風が冷たい。あの日中は暑すぎてね、本当にこの風も全然冷たくなかったんやけど、ちゃんと冷えた風になってる。というわけで、うわ、夜市すげえ人や、見て。すごい人や、みんな。すごいぞ。いやー、みんなさすが有名夜市やな。今日平日なんですけどね、土日でもないのにね、すごい人やわ。じゃあちょっと、ビールでも買って、おつまみでも買って、ちょっと飲み歩くか。ね。まずね、ここなんですけど、この5番ね、この、ここの夜市の特徴はね、こうやって番号を振ってくれてるんですよ。で、ここの5番の洋ファンね、台湾フオコアとカニのとろみスープね、ここね、うまいんですよね。本当に美味しいです、ここはね。食べたことあるんですけども。この5番のね、向かいにもね、10番のね、同じようなこの洋ファンとカニのとろみスープあるんですよね。ここのやつは食べたことないんやけど、どっちが美味しいやろな。多分有名なのはね、あっちの方が有名なんですよ、5番の方がね。これもちょっと一回食べ比べでしてもいいかもね、あのこのプチ移住の間にね。あとね、このね、16番の天ぷらって書いてるんですけど、まあ魚のつみれ、はんぺんみたいなやつをね、揚げたやつなんですけど、結構これね、おつまみにいいんですよね。これちょっと買って、まずはビールでも飲みましょうかね。これね、かわいいこのね、ちょろっとみたいなやつね。これ40元ですね。ちょっと値上げしましたけど、これちょっと買おうかな。あ、いいか、一つもらいます。あ、シェシェ、40元やね、200元。ありがとう、シェシェ。買いました。これがね、もちもちしててね、うまいんですよ。ちょっとビール買おうか。みんなビール買いたいときはこの天ぷらの16番のトイメンやね。トイメンのこの路地をこう入っていったら、なんとファミリーマートになっております。ここでちょっとビール買いましょうか。めっちゃクーラー効いてて涼しいわ。やっぱコンビニは涼しいね。ここにね、ビールコーナーあったんやけど、大波乱や。みんなビールコーナーマジで全然ない。めっちゃ少ないで、4段しかないっていうね、過去最低じゃない、このビールの少なさ。ちょっとさすがに飲みたいビールないから、向かいのセブンイレブン行きます。ここ正面入り口でしょ。で、この正面入り口の遠い面にね、そこにほらセブンイレブンあるんですよ。ごめんね、行ったりブラ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 行ったり来たり。そこのセブンイレブンでちょっとビール見てみよう。これ今屋台動いてるのね、タンフールーって言ってね、トマト飴とかいちご飴とかぶどう飴とかね、台湾のフルーツ飴ね。日本で言ったらリンゴ飴みたいなもんやね。さすがセブンイレブンや、みんな抜群の品揃えやな。
まあまあそんな抜群のっていうほどでもないけども、まあまあでも結構いろいろ置いてありますね。ストロングゼロとかまだあるで。これ日本禁止されたんじゃないの、わかんない。 9% これ絶対体に悪いよね。じゃあ僕はちょっと豪華にね、エビスのでっかいやつちょっといきますわ。台湾でエビスビールのしかもでかいやつですね。いただきます。支払いは便利なヨーヨーカードで75元やから、370円ぐらいかな。結構安いねエビス。あ、シェシェ、ありがとう。よし、買ったよ。ちょっと外暑いからさ、ちょっとそこでちょっとね、ここでちょっと食べさせてもらおうかな。この天ぷらと一緒にエビスビール最高でしょう。というわけでセブンイレブンから申し訳ないですけども、さあ夏休み特別企画、台湾で夢の港町暮らしということでね、1週間プチ移住です。乾杯。あ、昼間ちょっと熱中症になりそうになったけど美味しいですね、エビスビール。じゃあこれが台湾の天ぷらですね。はい、日本の天ぷらと違ってね、ほらこんな感じでさつま揚げみたいな感じになっててね、これがねもっちもちしててね美味しいんですよね、台湾のね。はい、いただきます。うまっ、うまい。これね、初めて食べた時よりも2回目食べた時よりも今日3回目なんやけど、今日が一番うまいかもしれない。これもね、食べれば食べるほどハマってくるタイプかもしれないね。まあ1回目からうまいんやけど、うん、うまい。これはビール買ってよかった。あ、台湾最高ですね。はい、よかったです。きゅうりもねちょっとついてるんですよ。きゅうりはねほぼ普通のきゅうりスライスやね。なんか漬物とか甘酢かなと思ったけど普通のきゅうりって感じ。やや塩漬けかな。あ、うまい。天ぷらうまい。油で揚げてるからね、ほんのりね、ほんのちょっとだけ外サクってしてて中がもっちもちでね、ちゃんと温かくてね、このピンクのソースがまたねちょっとピリッとしててビールのお供に最高です。じゃあ次は僕があの夜市でね一番好きな、しかもこれビールにめっちゃ合うやつちょっと買いに行こう。みんな見て、こんな感じで夜市のど真ん中にドーンってね立派なお宮さんがあるでしょ。これね、台湾夜市ってねこういうそのお宮さんが発祥なんですよね。台湾の人たちってこう信心深いから1日に何回もお祈り来るんですよね。でこんなに人がお祈り来るんやったら、この何お寺の横に屋台とか出したら流行るんじゃないかってなって、ある人が屋台出したんですよ。そしたら案の定お客さんがいっぱい来て流行って、あ、じゃあ私も出す、じゃあ私も出す、じゃあ私も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 出す、私も出すってなって、どん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 夜市が形成されていったっていうね。だから有名な夜市はねもうほぼ例外なくね、こういう大きなお寺さんがあります。もちろんねちょっと例外はあるんですけども、これが台湾夜市のね発祥ですね。うわ、今日休んでるで。58番の栄養三民地ね、栄養サンドイッチね、ここ桐生の夜市でも相当有名なんやけどね、休んでるわ。でここやね、夜市の一番端っこの、この本当に端っこなんですよ。ちょっとだけ並んでますけども、あ、結構並んでるな。この43-1ね、一口ソーセージみたいな、これです。これみんな、これが僕の夜市で、ここの夜市で僕が一番好きなおすすめのやつですね。じゃあちょっとな、めっちゃ並んでるから僕もちょっと並ぼうか。どこまで並んでんの。結構並んでるね。おお、まあまあまあすぐに順番回ってくると思います。よし、じゃあここで僕も待ちます。やっぱりねすぐ順番回ってきた。1個ね8元なんですよ。でいつも僕5個もらうので40元やね。さっきの天ぷらと一緒、200円です。ニハオ、あ、ウガ。この生ニンニクがね最高なんですよね。シェシェ、ありがとう。よっしゃ、買ったわ。これがねめちゃくちゃうまい。めっちゃ熱い、めっちゃ熱い。というわけでたまたま閉まってたね栄養サンドイッチ屋さんのいつも超行列できるところ、
ここで食べさせてもらおう。これがねもう最高なんですよ。もう今ね炭火で炙っためっちゃいい匂いしてる。これがって思うでしょ。でこの生ニンニクね、これと一緒に食べるんですよ。これとね一緒に一口でパクって食べるんですよ。あーちょっと待って、はい、これで食うたら最の高です。いただきます。台湾最高ですね。いやもうちょっとここのソーセージも5回目ぐらいなんやけど、ミツバチミツバチミツバチ。はい、もうこのチャンネルのね寝具にかけて自信を持っておすすめします。でめっちゃうまいわ。甘いんですよとりあえずね。でニンニクめっちゃ辛いでしょ。甘いと辛いのコラボなんやけど、炭火で炙ってるからまたこの一口サイズがたまらない。いやみんなこれ本当に美味しいよ。本当に美味しい。このサイズ感がまたいいのよ。でこのニンニクのねサイズ感もまたちょうどいいんよ。これは本当に素晴らしいわ。本当に素晴らしい。マジで今回三つ星に昇格。まあ前から三つ星って言ってたかもな、ちょっと覚えてない。うまあ、台湾最高ですね。連続で2回目。いやもうねソーセージだけで食べたらね甘めだから普通ない。まあそれでもうまいんやけどね。生ニンニクと食べた時にです。はい、いやちょっと蒸し暑いけどさ、湿気すごいけど来てよかったわ。うん、今日から1週間楽しみやね。よし、じゃあゆっくり食べて、最後なんか締めにねなんか食べよう。ここの夜市ね、ありがたいことにこんな感じでこう定期的にねゴミ箱置いてくれてるんでね、みんな安心してください。そして肝心なトイレ情報ね、トイレの場所なんですけど、ちょうどこの真ん中にあるね、さっき言ったあのお寺ですね、そのミャオコーっていうのが、ミャオコーイエスってミャオコーね、このミャオコーっていうのがお寺口っていう意味なんですよ。ここのお寺の奥にトイレがあります。一般人使って大丈夫です。わー、最後の締めにここでイカのとろみスープと焼きそばみたいな食べようと思ったんやけど休んでるわ。ここうまいんですよね。うまいんですよここ。またね明日か明後日食べましょう。よし、じゃあもうせっかくなんでね、さっき言ってたあのおこわとねカニのとろみスープの5番のこの対面にあるこの10番ね、美味しいかどうかちょっと試してみましょうか。イガヨファン、イガタン。はい、じゃあここで食べさせてもらいます。あーどうもどうも。あ、シェシェ、すいません、宣言で申し訳ない。来ましたね、カニのとろみスープとヨーファン台湾風おこわですね。あ、シェシェ、ご愛想、シェシェ。おこわが35元でスープが80元、両方合わせて115元やね。ちょっと値上げしてます。しかし暑いわ、夜になっても。じゃあまずねカニのとろみスープからいきます。カニ入ってんのかな。いただきます。うまい。うん、カニの味ちゃんとしてる。カニ入ってんのかな。入ってるわ。見てください、このカニの爪みたいなね入っても同じやね。向こうの方がでもなんかとろみが強かった気がしますけども。じゃあちょっといただきます。うん、おいしい。うん、こっちの方がでもね結構あっさりしてるかな。向こうの方がなんかカニって感じなんですけどね。はい、じゃあ次はこのヨーファンですね。油飯って書いてね、台湾風おこわのことですね。油飯っていうだけあってちょっとほんのりねうっすらもち米に油をまとっております。干しエビがね効いてるところ多いんですよ。エビ入ってますね。僕エビアレルギーなんですけど、どうかな。いただきます。うんうん、あんまりねそんなに干しエビきつくないわ。
なんか胡椒が効いてるな、まあこれ両方とも2つ食べたけど、やっぱりね向こうの5番の方がね美味しいと思う、なんかちょっとやっぱ違うね。じゃあ次はこのヨーファンといえばこのね謎のピンクソースなんですよ。これ絶対ねあるんですよね、このピンクソースかけて、でこの台湾のとろみスープには必ず黒酢なんですよ。台湾のとろみスープと黒酢めっちゃ合うんですよね、黒酢かけてね。はい、じゃあまずスープからいきましょうか。やっぱ黒酢入れたらね違う。もうちょっと入れる。黒酢うまいわ、これ普通のスープやったら黒酢入れたらまずなるんですよ。とろみスープだけなぜかうまなるんですよね、不思議。台湾のとろみスープには黒酢です。じゃあこの謎のピンクソースのヨーファンですね、油飯どうかな。あ、結構癖あるな。あ、結構癖あるわ、はい、結論出ました。5番向こう向こう、あっちあっち、みんなあっち食べて、ここはやめといた方がいい、僕はもうほんま個人的に絶対にあっちの方が美味しいと思います。はい、よし、じゃあゆっくり食べたらもうホテル戻ろう、もうすぐそこやからね。はい、宿に帰ってきました。徒歩10秒でした。めっちゃ便利。バイデンさんはね、高齢不安、健康状態が不安だっていうことで撤退しましたけど、元気です。ちょっとね、夜食を食べにね、夜市にやってきてしまったわ。普段絶対こんなことしないんだけど、やっぱりちょっと初日やからね、テンションが上がったんでしょうね。夜市来ちゃいました。今時刻は夜の11時なんですけど、11時でもにぎわってますね、夜市ね。お客さんいっぱいやわ、みんな食べてるわ。さすがにこの時間は涼しいな、みんな。有名なね、ルーローファン屋さん、豚のトロトロそぼろご飯、もう閉まってるね。この時間やったらね、もう一口ソーセージ並んでないんやな。まだやってるけど、みんな大波乱やわ。僕が三つ星をつけたカレー焼きそばとハマグリのスープが絶品のお店、8月1日から8日まで1週間、僕が滞在する1週間まるまる全部休みやわ。こんなことある？神に書いてくれてるだけマシやけどね。こんなことある？めっちゃ楽しみにしてたのに、残念すぎる。じゃあちょっともう夜やし、あっさりめにこの48番のね、ホージーローファンって言ってね、まあ鶏肉ご飯、まあホージーローやから多分七面鳥やと思うけどね、ちょっと食べてみようか。イガジローファン、イガヨ豆腐、つべつ。ここでねちょっと食べるわ。こっちゲーセンがあるからさ、クーラーが効いてて涼しいですね。谢谢。ここにお箸とレンゲとここにあったわ。来た。これがホージーローファン、七面鳥かな。でこれが洋豆腐、厚揚げです。楽しみ。いただきます。うまい、やばい、うまいな、めっちゃうまい。
ございます。台湾でね、夢の港町暮らしね、桐生市にプチ移住2日目の朝です。はい、ホテルなんですけども、まあまあこれもしゃあないんやけどね、すごい安いホテル、1泊6000円のホテルやから、やっぱり夜はすごい壁が薄くて音がね、やっぱうるさかった。隣の部屋の音とか、なんか上のシャワーの音とかね、丸聞こえみたいな感じでした。外の騒音もね、まあちょっと外の騒音はまだマシやけど、でもうるさいバイクとか走ったらやっぱね聞こえてきましたね。はい、まあ仕方がないです。というわけで台湾東部の港町桐生市の朝の街並みです。今日もねめちゃくちゃ暑くなるからね、もう早く、部屋にホテル戻って、ちょっと日中は外に出ないようにしないとね。じゃあね、ちょっと日課の読書をしにね、そこにねルイサコーヒー Google マップで調べたらあったんで、ちょっと行きたいと思います。やっぱりね皆さん、久しぶりにねこう地方都市来たけど、やっぱり久々に来て思うけどね、台北綺麗わ。桐生市ね、やっぱ歩いてても街汚いし、あと匂いがすごい臭い。いろんなところを歩いてた、変なねもう毒臭いね、匂いがすごい臭いし、街が汚い、ゴミとか結構してるし、台北って綺麗なんやな、台北ってすごい綺麗くなったんやと思う、本当にね、うん、いや久々にやっぱ地方都市に来たらいろいろね思いますね。はい、台湾まだまだやなみたいな、まあ、まあ、そんな言い方するのもどうかと思うけども、まだまだまあ言うたら発展の余地があるなというか、改善すべき点がいっぱいあるんやなっていうのがね思いました。はい、ありました、ルイサコーヒーです。台湾にね全土にありますね、台湾のカフェの2大チェーンのねうちの一つですね。おしゃれやな、やっぱり久々に来るわ。じゃあ行きまーす。チョンペラダラティエ、ネイヨ。これもねヨーヨーカードで払えます。70元や350円、これもらいました。2階もあるんやな、ちょっと2階の方が静かそうやからちょっと見てみよう。めっちゃ綺麗よみんな、ここのルイサコーヒーすごい綺麗わ。リニューアルしたんじゃない、わかんないけど、うわ2階もめっちゃ広いわ。これは静かや、音楽あ、ちょっとここで録音します。あ、シェシェ、すごい綺麗なラテアートです。さあ、というわけで日課の読書も終わったんでね、もう暑くなってきた、もう今9時やけど気温がね32度あって湿気がとにかくすごいね。とりあえずちょっと1回ホテル戻って、次は、フルーツね、フルーツ買いに行こう。日課のね毎朝僕フルーツ買って食べてるんですよ。あとストレッチねする場所がないかも、外でやったらちょっと暑すぎるんでね、いやどうしよう。こういう屋台がねたまらんのよね。何やろ、ヨファン、あ、ダーちゃん、あ、ダーちゃんち、あは、シェシェ、もち米のソーセージやったな。うわぁ桐生田舎やわ。そしてこう道が汚いよね、吸い殻とかゴミとかね。ほんま台北から1時間でこんな感じなんやな。サブウェイが超緑やね。なんかちょっとサブウェイも古い感じがするね、年季入ってる。
とりあえずね、一回宿に戻ってきました。うわー、みんなめちゃくちゃ暑いわ、本当にね。ちょっとすぐ隣にね、陣屋市場っていうね、市場があるんですよ。そこ行ったらね、フルーツとか売ってると思うんで、ちょっと行ってみたいと思います。もう徒歩1分ぐらいやね。はい、というわけで陣屋市場着きました。ちょっともう信じられないわ、朝の9時過ぎてこんな暑いんや。めちゃくちゃ暑いね。伝統的な市場やね。じゃあここでちょっとフルーツ屋さん探してフルーツとかちょっと買いましょうか。もうね、この周りの空気が熱風すぎてね、これがね、この空気が冷たくないんですよ。この風が熱風なんですよ、こっちもね。すごいな、湿度が高いとこうなるんや、すごい。じゃあ陣屋市場の中入っていきます。市場の中も暑いんやろな。よくこの肉とかさ、まあぶら下がってますけど、魚とかさ、こんな暑い中でよく腐らないよね。本当に不思議。なんか洗ってる、なんやろ、内臓かな、わかんない。っていうかフルーツ屋さんあんのかな。まあ市場やからあるやろ。うわー、いぶしぎんやな。台湾って感じやな、みんなね。今ね、すごいボロいエスカレーターに乗って2階に向かってるんですけど、全然クーラー効いてない市場の中。むしろすごいなんか暑いね。クーラー効いてないわ、やばいなこれ。2階上ってきましたね。水餃子手包みで作ってますわ。うわー、まず食堂街なんよね、ここの2階って。フルーツ屋さんでフルーツ買いたいんやけど、1階かな、まあ、ちょっと朝早いからあんまりどこも空いてないしな。にしても暑いわ、にしても暑い。今びっくりした、ここ触ったらこれが暑いんですよ。ここがめっちゃ暑い。いやー、ビビるわビビるわ。みんな暑さに強いんやな、台湾の人。いやー、ごめん、ちょっとね、果物屋さんあったんやけど、なんか切ってくれるかどうかちょっと微妙やし、もう何よりも暑いからね。やっぱちょっともう外出たら危ないわこれ。ちょっともう宿に戻ろうかな。でもなんかちょっと口に入れたいな。あー、暑い。ここにね、フルーツの屋台があったから多分切ってくれないと思うけど、このブドウね、買ってみようかな。お母さん、あの蓋を、うん、1杯3、130元やって、ちょっとこれもらいます。初めてブドウ買うわ、台湾で。パス加え、パス、はい、85元やって、めっちゃ安い。ブドウ一房85元や、安いんやなあ。シェシェ、420円ぐらいやね。ありがとう、シェシェ。よし、じゃあなんとかフルーツ買えたわ。ほら、田舎都市、地方都市やから地面でこんなん売ってるよ。すごいな台湾台湾すごいな、やっぱりいいわ。ちょっとね、朝なんですけど夜市やってきました。普段ね、朝ごはん食べないんやけどね、せっかくやからちょっと空いてるところあれば朝ごはん買って宿に帰ってね、食べよっかな。空いてないか、準備してるだけで空いてはないか、さすがに。あ、でも空いてるところもちらほらあるな。よっしゃ、ここのね、ちょっと46番のカレーライス、昨日の夜みんな夜食でカレー食べてんの見ててね、美味しそうやなと思ったんで、ちょっとカレー1個買って帰ります。あ、ガリレンタンワイタイ、すごい、本当のなんかボンカレー的な、ジャワカレー的な、給食のカレー的なやつやね。よっしゃ、わー、本当にカレー屋で、みんなすごいわ。給食のおばちゃんみたいやしね。おお、すごい、カレーや。シェシェ、70円やから350円、ありがとう、シェシェ。よっしゃ、みんなブドウとカレー買ったんで、今からちょっと宿に引きこもって編集しよっか。
買ってきたブドウ、僕台湾でブドウの本当の生のブドウ買うの初めてやわ。これって皮ごといけんのかな、種入ってないかな。ブドウジュースの時このまま入れてんもんね。いただきます。うん、種ついてた。ブドウジュースの時種も一緒にミキサー入れてんのかな。美味しい。でも糖度が高くて甘いね。ちょっと皮を食べると渋みがあるけど、美味しい。これいっぱいあるから明日冷蔵庫入れて明日食べよう。よし、じゃあ夜市のカレーも食べてみよっか。全然美味しそうに見えないけどね。たくあんがペッペって2枚乗ってますけど全然美味しそうには見えないけどね。とろみがもうなんか片栗粉使いましたみたいな感じですけども、夜市の、台湾の夜市のカレーです。普通というか微妙。これはさすがに微妙やね。これはさすがに微妙。本当になか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 美味しくないカレーですけども、でも昨日の夜お客さんいっぱいやったら夜食にみんな食べるのかな、わかんない。本当になんか片栗粉でとろみつけましたみたいなね。給食のカレーよりも美味しくないな給食ない。これでもあれやね、ラー油とかかけて辛くしたらまだ食べれるかもしれないね。まあそうやな、台北の夜市のカレーもこんなんやもんね。朝ごはんに時々食べたけど、ラー油かけてね、サブチャンネルの方とかで時々ね食べてたと思うんですけども、サブチャンネルも皆さんよろしくお願いします。まあこれはちょっと外したね。まあまあまあ外すこともいっぱいある。台湾本当に美味しくない店とかね、愛想悪い店とかも台湾たくさんあるんで、昔の日本もそうやったと思うんですけどね。さあ、というわけで時刻は5時半過ぎぐらいやね。ちょっとまだ暑いんですけども、朝のカレー食べただけでめちゃくちゃお腹空いてるんでね、ちょっといろいろ調べたらすごいなんか有名なね焼き餃子屋さんがあったんですよね。ちょっとビール買ってね、ビールと焼き餃子行きたいと思います。そしてすぐ焼き餃子の隣ぐらいに今度はなんかカレーチャーハンがうまいところがあるみたいなんで、今夜は焼き餃子とビールで締めにカレーチャーハン、これでいきたいと思います。今日は金曜日やからな、夜市すごい人やと思うでね。だから僕は夜市とは逆の方に行きましょう。このファミリーマートめっちゃ品揃えいいわ。しかもなんと僕が大好きなね IPA がある、インディアンペールエール、どこの国のやつか分からんけど、アルゼンチンの IPA やって、初めてや。ちょ、買おう、これ買ってみよう。プライスいくらやろうな、これ109元結構する、500円ちょい。あ、シェシェ買った。みんなアルゼンチンの IPA 初めてやわ。よし、じゃあ初めてのアルゼンチンのインディアンペールエール。あ、こぼしちゃったこぼしちゃった。わー、まあ仕方がないでしょう。人生こういう時もあるでしょう。じゃあいただきます。
美味しい美味しい、こぼしちゃったけどやっぱり IPA はうまいわ。うん、アルコール度数結構あんのかな、ちょくちゃってなってもちょっとわからんけど、まあまあ、もうちょっとで餃子屋さん着くしね。はい、みんな大波乱や。ここの餃子屋さんめっちゃ並んでる。やっぱり人気店なんやな。どうやって並んでんやろ。もうほんと台湾あるあるね、どう並んでるかわからんみたいなね。多分こう並んでんのかな。とりあえずちょっと並ぶわ。ゴティエイファン、あ、ツベンツ、はい、おまあ、ジェンジャハラ、今注文してね、店内に入ってきたんですけど、手作りですね。なんかこう持ってきてくれるというか呼ばれる感じなのかな。ちょっとシステムがね本当によくわからないです。今お兄さんがね餃子のタレ持ってきてくれたわ。なんかもう出来上がってるんやね、自分で作るんじゃなくて。え、お店のこだわりあんのかな。猫耳入ってきた、かわいいかわいい。どこ行ったん今。あ、かわいい、めっちゃかわいい。こんな下にメロンってなって、かわいい、めっちゃかわいい。いやもう台湾最高やな、ほんますごいわすごいわ。この僕のこの下が定位置みたいやね。ごめんね、ごめんよ。めっちゃかわいい。今餃子待ってるんですけど、これねあんま本当にね、なんやろ、最初つけた時ヒヤってするんやけど、なんか電気の力がいるのか知らんけど、ここがあったかくなるんですよ。だからむしろね冷たいというか熱くなるんですよね、首にかけてたら。これ良くないな、なんか不良品とかじゃないのかな、わかんない。こっちはまだあれなんやけどって感じやね。なんか1万2000円もかけて買ったのに、って感じやな、やっぱメイドイン台湾って感じやね、本当に。なんか台湾の悪口みたいになったけど、なんか日本だってそうやったんですよね。メイドインジャパンって昔めっちゃ粗悪品やったんですよ。メイドインチャイナとかもそうやけど、そうなんよね。昔もう日本ってあのトト姉ちゃんっていう NHK ドラマ見たことある人おるとあの分かると思うんですけど、昔の日本って超粗悪品やったんですよね。ほんまなんかほんまにメイドインチャイナレベルの粗悪品やったんですけど、トト姉ちゃんがね暮らしのなんか手帳みたいなやつでどんどんこう、まあ、暴いていったというかね、検証していって、まあ、ジャパンクオリティがどんどん上がっていったっていうね感じの話があるんですけど、台湾もそんな感じでクオリティね今後どんどん上がっていくと思います。下はみんなこれが行列ができるね、もう大人気の Google の口コミも宣言超えのね焼き餃子屋さん。焼き餃子のことはちなみにグオティエって言ってね、鍋に貼るって書くんですよ。鍋に貼り付けるように焼くからね、結構いい感じやね。ビールもちゃんとまだ残ってる時に来たわ。どうかな、じゃあいただきます。おいしいわ。ニンニクとね、これはキニラかな、皮が結構分厚いけどおいしいね。こんな感じでこう中はねなんかキニラかねニラかと、多分キニラなんやろうなのひき肉で、で皮がやっぱね台湾って分厚いですね、この主食扱いになるので、うん、でも美味しい。これはちょっとこのビールが進む。このねタレがあるから、このタレにつけてなんか辛味噌とかも入ってるから多分特製なんやろね。このタレにつけてちょっと食べてみようか。これはいいと思う。結構ねタレにつけなかったらあっさりしてるんで、いただきます。タレに結構この味噌だれみたいなの使ってて味が濃くなってるね。これだけで食べたらちょっと味がややあっさりめなんやけど、タレにつけたら結構ガッツリって感じやね。ビール進む。うん、美味しい。なんかこの桐生市って港町やから海鮮のイメージが強いんですよ。で実際に海鮮のお店いっぱいあるし、お寿司屋さんとかもいっぱいあるんですよ。今日の朝行ったあの陣屋市場の2階もお寿司屋さんだらけなんですよね。だからこう餃子とかあんまりこうなんか
そんなにかなと思ったんやけど、やっぱこうちょっと有名なだけあってちゃんと美味しい、うん、とはいえまあなんやろ、普通に美味しいって感じやね。なんか飛び抜けてうわーみたいな感じにはならないかな、うん、で猫が可愛かったね、はい、でももうお客さんいっぱいで見てほら満席やね、うん、じゃあゆっくり食べて、食べ終わったらね、もう多分すぐ隣ぐらいにあるカレーチャーハンをね食べに行きたいと思います。というわけで大人気のね焼き餃子食べたけど、まあこんなにね大人気かっていうのはちょっとよく分からなかったですけども、この宮尾公園ね、ここも宮尾公園ね、お寺のこの脇に行ったところに次の人気のね、これこれいぶし銀やな、これか宮尾公って書いてますね、お寺の付近の。ここでこのほらカレーのねチャーハンをちょっと食べましょうか。どういう風に行くの、こっちから行くのかな、こうで注文していいのかな。あ、你好。あ、ガリチャーファン。あ、ガリチャーファン。なんでその炒飯。あ、肉丝。あ、肉丝。肉丝咖喱饭。肉丝咖喱炒饭。这边吃。这边吃。啊，谢谢。等一下哈。啊，谢谢。こっから。おお、満席やな。すごい。じゃあちょっとここで食べさせてもらいます。来ましたね、これがガーリーチャーハン、カレーチャーハンですね、カレーチャーハンです。80元でしたね、400円。あ、谢谢谢谢。よし、じゃあ食べましょうか。じゃあいただきます。こう見た感じ、こう家庭的な感じやね。うん、日本でいうとあの喫茶店みたいなね、昔のあの喫茶店で出てくるドライカレー的な感じ、うんうん、家庭的な味やね、うん、まあこういうのがねいいのかもしれない、うん。結構ね、お米とかもこうべちゃっとしててね、こうパラパラみたいな感じではなくて、こう本当になんかお母さんが作りましたみたいなね、お袋の味みたいなドライカレーやね、うん、桐生はね、本当にあの古いね食堂とかも多いと思うから、ここもそうなんですけど、あのクーラーがあんまそんなこうガンガンでは効いてないかな、うん、むしろちょっと暑いぐらいのね感じの店が多いですね。だからみんな本当に暑さにも湿気にも強いんやろうね、うん、すごいと思います、はい、うん、じゃあちょっともうさすがにねこの2日間頑張ったんで、久々でしょこの1時間超えのね長編 Vlog の皆さん、いかがでしたでしょうか。今日はもうちょっとね帰ってゆっくりあの休みたいと思います、はい。あとまだね5日間あるんでね、この先のプチ移住、港町のね桐生のプチ移住もね皆さん楽しみにしてください、はい。じゃあね、最後のまとめにしたいと思います、はい。というわけで今回の動画がね少しでもね役に立ったな、面白かったなと思っていただけたら、ぜひチャンネル登録とねグッドボタン押していただけるとめっちゃ嬉しいんでね、よろしくお願いします。世界一の台湾グルメ情報チャンネル目指してこれからも頑張っていきますんで、まずはチャンネル登録20万人ぜひあなたの応援よろしくお願いします。じゃあね、今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。ゾロでした、ありがとう、バイバイ、またね、お盆休み楽しんでね。